こんにちは。ひろきです。あのー、すいませんが、また株主優待の紹介を <laughs> させてください。優待の冬なんです。もう来て来てしょうがないんです。はい、今回は、えー、テンアライドという会社の、えー、株主優待になります。はい。 天ンアラドってなーに天ンアラで分けられると思うんですけども、テンっていうのは天狗なんですね。あの、皆さん、天狗酒場とか聞いたことありませんなんか <laughs>。あの、安い居酒屋ですあの。品質悪くないけど、別に豪華な料理は出ないよっていう、あの天狗酒場です。はい。 あれをやっている会社なんですね。あのただですね、ただ、一言言っておきたい。はい、あの店舗検索をしますとあの、豚肉専門のおしゃれなバー、ミートバーとか、実はやり始めてるんですね。はい。私はそこばっかり行ってます。<laughs> 天狗酒場には行きません、あんまり、はい。余ったお金で行くことはありますけどね。 はい、ということで、えーと、何を話しようかな。あまずは、優待券開けますか。はいこんな感じですはい。じゃあ、開けます。まあ、いつものものが入っていると思うんですけど。ね、あデザインが変わった。はい 株主ご有体券500万、五百万じゃない、五百円2枚綴りが全部で10枚入って、違う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 。10枚嘘えあ、10枚、十枚,枚、十枚、十枚,枚入っております。なので1万円分ですね。はい。これが半年ごとに届くので、年2万円分届くという感じです。 ただ、有効期限は半年ごとなので、来たたびに使い切る必要があります。はい。で、株価なんですけど、そうですね。株価は、どうなってるかなうーんと、私が買った時と同じぐらいになってますね。はい。やっぱコロナショックでちょっと下げちゃいましたかね。はい。まあ、ただ、 毎年2万円分お食事券もらってるんで、まあ一応得してますけどね。はい。あんまり上がってません <laughs>。頑張ってほしいな。新業態、新業態のその肉バル、肉バルを頑張ってほしいと思っております。はい。はい。ご紹介は以上となります。はい。その肉バルっていうやつちょっと興味出たぞとか。 あの、天狗で定食たくさん食べてある、あそこご飯おかわり自由だし、とか思ってらっしゃる方、ぜひいいねボタンを押してください。ぜひよろしくお願いいたします。あと、あの、チャンネル登録お待ちしております。はい。では、今回の配信は以上となります。また、えー、次回の配信をお楽しみに。さよなら